どうもクマゲームズです。ゾラクエウォークやっていきます。はい、レベル30のジャミ倒していきます。はい、まあツイッターなんかで、倒している方すごい多くてですね、まあ簡単だったよっていうね声が多かったので、それを参考にちょっとやってみようと、思います。はい、体勢もりもりでやってみようと思います。外貨の鎧兜、外貨シリーズと、で獣耐性を 10%、まあ、最大で、30% ぐらい上がるのかな。はい、ない人も持ってない人もいると思うんで、僕も持ってない、全部持ってるわけじゃ全員分用意はできてないので、ワイルドジャケットとか、をつけてるような装備してるような感じですね。で、真珠でメラの耐性を上げてみたりとか、攻撃重視っていうよりは、耐性を上げてっていう感じですね。はい。で、レンジャー2人入れて、できるだけ、縛ってみたいな感じですね。で、デインが弱点なんで、お助けはグリーンガムの鞭持ってらっしゃる方にちょっとお助けしてもらってます。はい。で、あとは、雷神の槍ですね、ですかね。あとはギガソードとかでもいいと思いますが、縛り重視でレンジャー2名でやってます。バトマスは、アリーナ武器でギラですね。はい、でやってます。はい、なので全員デイン用意できたらだいぶ楽になるんじゃないかなと、はい、思いますが、どうですか。やっぱりラリフォーマー嫌ですよね。あれが一番きつい、あれが正直一番きついです。あれで眠らされちゃうのが。なので守りの盾全員できたらいいかなと思ってやってるんですけど、このバリアも嫌だよね。この間にだから守りの盾更新したりとか、スカラしたりとか、いろいろ一旦は使う感じにはなるのかもしれないですね。ちょっと本来は全員守りの盾をしたかったんですが、2人分しか、レンジャーと賢者の2人しかちょっと守りの盾できない、ちょっと盾間違えてるので、ちょっとどうなるか分かんないですけど、でも途中からちょっとオートで今やってますけど、どうなんだろう。割と HP は回復、ベホマラねの武器ですけど安定はしてるんで、このまま特にいろいろいじくるよりやらずにオートでちょっと今やってますけども、場合によっては、ちょっとこれメラゾーもやばいね。危ない。回復2人いればもっと安定しそうですね。だ、外貨とかで耐性をモリモリにして回復2人とかだったら全然倒せちゃう人、まだまだ育ってない方なんかでもすごい倒せるんじゃないですかね。でジャミの心も結構強いっぽいんで、ぜひ欲しいですよね。おー、倒しました。はい、心はまだ S がないんですが、どうでしょうか。あれ、今心落ちなかったか、残念。はい、じゃあまたよかったら動画見てください。それじゃまた。